岐阜県道229号、牧田関ヶ原線、支店付近、大垣市上石津町牧田にて、岐阜県道229号、牧田関ヶ原線は、岐阜県大垣市上石津町牧田から同県ふ和郡、関ヶ原町に至る一般県道である。岐阜県大垣市上石津町、牧田の牧田一式交差点が起点。起点からおおむね、西へ今、須川の谷に沿って進む。 関ヶ原町に入り、松尾山の南を通り、さらに今菅川沿い北西に向かう。名神高速道路のガードをくぐった辺りから今、菅川の支流中狭川に沿って進む。国道21号にぶつかったところで左折し、国道21号から分かれた旧中山道を進む。この辺りは、今主塾である。200メートルほどで旧中山道と分かれ、両王子の方向へ右折し、 国道21号をくぐる。明王子の門前で左折し、さらに右折して、中京川に沿って北西に進む。中京川の上流部まで進むと東に方向を変える。閉園した、関ヶ原メナードランド前を通り、不和郡関ヶ原町玉の玉交差点が終点。平成26年度から、今週、牧田港区の今、菅川右岸において、 全長 0.7km、総事業費4億7000万円のバイパス工事が行われている。岐阜県法棄集に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り国道21号への接続部付近、不和郡関ヶ原町今主ありがとうございます。